はい、えー、情報計算科学科主任の桂田と申します。えっと、それではですね、えっと、私の方から、えー、情報計算科学科というのが、えっと、何を学ぶための学科なのかそれからあの情報計算科学科に、えー、どういう学生さんに入学をしてほしいかそのあたりについて、えー、お話をしたいと思います。じゃあ最初にに情情報報計計算算科科科科学学科ついてですけどの、えー では、えー、皆さんに情報科学というもものについいて学んでもらいますで情報科学といっても、まあ、ピンとこないという方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、例えばキーワードを挙げると人工知能だとかデータサイエンスとかあと量子コンピューターとかですねあとは情報ネットワークとかあと暗号理論とかですね、まあ、こういったものについて学ぶ。こういうい技術とか理論が 情報科学にに含ままれているものになります、まあ、ですのでですねだいたい皆さんがコンピューターを使って何かを行うというようなことを想像していただければ大体いいそういうものは情報科学の範囲に含まれるものだというふうに考えていただければいいかと思います。でまあ,あの情報科学を学ぶことができるという大学は、まあ、ここに限らずいろんな大学で こういう学科があるかと思うんですが、まあ、そのあたりの学科と本学科とのま違いですねがどういうところにあるかというと、えー、我々情報計算科学科ではえっ、ー、と情報科学の理論だとかあるいは、えー、数理ですねそのあたりをえっ、ー、と非常に皆さんにしっかりと学んでもらうそういうカリキュラム構成にしています。で、なんでそういうカリキュラム構成にしているかというと。 あの基本的に世界の最先端の技術っていうのはあの数理に基づくものがほとんんどなんですねで一例を挙げますと例えば人工知能ですけど人工知能の最先端の論文を書いたりだとかあるいは読んだりする時には統計学とか解析学とかその辺りの数学をしっかりと身につけていないと最先端の論文何書いてるかわからないんですね。 でですので、えっとまあ、本学科に入学してもらう皆さんにはただあの最先端の技術を使うだけでなくそういったものを深く理解してで新しくそういう技術を皆さんに作っていただくそういうような人材を育てたいというふうに思っております。まあ、そういう理理由ででこの学科では数理だとか理論に関する授業科目をたくさん用意しているというようなことが本学科の特徴の一つになります。 で一方でですね、えー、本学科の2つ目の特徴としまして、えー、っとかなりですね最近ニュースなんかでよく聞くようなキーワードについて研究をされている先生は研究面ではたくさんいらっしゃいます。で例えば人工知能とかデータサイエンス、まあ、特にデータサイエンスっていうのは教員が非常に充実しております。あとは量子コンピューターですね。まあ、量子コンピューターータのののハードウウェェアア方ではなくてソフトウェアの教員が、 いますのでそういったことも学の辺りが、えー、っと、まあまあ、この辺り一部の、えー、技術については他の大学でもそういう先生いらっしゃいますけど、まあ、これだけあの幅広く揃えてる学科もあのそう多くはないんではないかというふうに考えています。であとはですね、まあ、もう一つこれはあの正直どうでもいい情報なんですが。 あの本学科は非常に歴史のある学科でして、えー、っと創設されたのが昭学科名はですね「情報計算科学科」という名前に今年度から変わったんですけどあの昨年度までは「情報科学科」という名前でして情報科学科学がができたのが昭和51年でこれはです、ね、あの私立大学の中で「情報」という名前のついた学科の中で一番古い 学科になります、まあ、ですので、まあ、非常に長いあの歴史のある学科であるということも言えるかと思います。じゃあ続きまして、えっと、本学科の、えっと、教員のざっとした構成についてお話をします。で教員はですね3つのグループに分かれていまして、えっと、1つが情報データサイエンスで2つ目が基礎情報数理で3つ目がコンピューターサイエンスの各分野に分かれています。 でえっと、それぞれの分野の教員が大体どういうことを研究したり、まあ、あの専門として知識を持っているかというとこの辺りですね。えっと、情報データサイエンスデータサイエンスというのは皆さんご存知かと思うんですが基本的に統計学に基づく学問になります。ですので、えっと、データサイエンスの分野の教員は統計科学だとかあとは生命情報学ですね。 生命現象に対して情報論的アプローチを行うようなこういう学問を行っておりますで基礎情報数理の教員は、えー、と量子コンピューターだとか暗号理論ですねこの辺りを研究としては行っているでコンピュータサイエンスの教員は計算機科学あの計算機という名前がこれからちらちら出てくるんですけど 情報の分野で計算機というのはコンピューターのことを専門的に計算機と言いますでそれに関するサイエンスですねあるいは人工知能を行っている教員もたくさんいる、まあ、こういう風人になっておりますですので、まあ、この辺りの勉強をしたいということでしたら是非本学科を選んでいただけるといいかと思いますじゃ次にですね、まあ皆さんがえー 情報計算科学科に入学した後、どういうことを勉強するかなんですが、まあざっとこちらに書いているような勉強をすることになります。でまず1年生の時は、まあこれはあの他の学科でもそうだと思うんですが、えー、まあ基礎的な科目ですね。あの英語だとか物理科学とか、あと数学でも基礎的なところですね。で、えっとこの右の方に書いている計算機学 科学入門これはあのプログラミングの授業になります。あとは計算機概論というのはコンピューターの仕組みについて学ぶようなものですね。で2年生になると少しだけ専門性が入ってきまして、まあ、引き続きあのプログラミングの実験とか演習は行うんですけど、そのプログラムの元になっているアルゴリズムに関する授業だとか、あと情報系の数学に関する授業で確率統計とか。 あと、プログラミング言語の理論ですね。について学ぶというような形です。で3年生になるとですね。あの、引き続きプログラミングに関しては行いまして。まあ、特にあの本学科の特徴的な授業としてプロジェクト実験というあのチームプログラミングというのを学ぶ授業も用意しております。まあ、これについては後ほど少し詳しく説明をします。 でさらに、えー、と計算に関する理論だとか、えー、ネットワークとかあるいは人工知能とかですねこの辺りが3年生で学ぶ科目になります。でまあ情報系学科ということで皆さんあのプログラミングに関してはある程度あ学びたいという意欲があるかと思うんですが。 情報計算科学科で学ぶプログラミングの演習とか実験の科目はこのようになっております。あの見ていただいたらわかるように非常に多くの種類のプログラミング言語を学ぶ。で、まあ多分あの一部についてはプログラミングが好きだっていう人はすでに知っているような言語もあるかもしれないんですが、多分ほとんどの人が知らないような 例えば「オーキャメルとか「プロログなんていう言語はほとんどの方ご存知ないと思うんですけどこういう言語も行う。でなぜこういうたくさんの種類のプログラミング言語を学んでいただくかというと情報計算科学科としては皆さんに特定のプログラムが書ける言語のプログラムが書けるからといって、まあ、あんまり威張るようなそういう人材には育ってほしくない。でえっと皆さんに習得してほしいのは どんな言語であっても最近出た新しい言語でもあの参考書一1冊読んで1週間でその言語をマスターできるようなそういうような人材に育っていただきたいと思っています。ですので、まあ、世の中にあるほとんど全ての種類のプログラミングの言語を学ぶというようなカリキュラムにしております。でこのプロググラミングに関する えーまあ、集大成の授業として、まあ、先ほどちらっと説明しました、えー、プロジェクト実験というののを、えー、3年生の後期に設けておりますでどういうものかというと、えーまあ、チームプログラミングといいましてあの企業さんでプログラムを開発する時には基本的に1人でプログラムを作るようなことはなくてグループで1つのシステムを作るということが多いんですね。 でそういったことを大学のうちに学んでいただこうというような意図で設けている科目になります。で大体ですね5人から8人ぐらいのグループを組んでいただいて何でもいいのでプログラムを好きなものを作ってくださいあのこちらからは特に課題を与えずに学生さんにかんか考えていただくというような授業になっています。でまあ、そうすると 学生さん、あの適当に作るかというと全然そんなことはなくてですね。非常に高度なプログラムを皆さん作ってきます。で、例えば最近の例でしたらドローンを自動操縦するよ。あのドローン同士がこうだんだん近づいていくと、お互いに避けてあのと飛んでいくような。プログラムだとか。あとラジコンカーであの模擬的に道路網を作ったらその道路。を あの画像を解析しながら、えーまあ、自動的に運転をするとかですねあとはバーチャルリアリティを使ったコンピュータグラフィックスの、えーまあ、プロジェクトだとかあるいは最新のディープラーニング深層学習人工知能の技術をまあ比較してこれがいいとかこれが良くないとかそういうことを解析するとか、まあ、そういうようなことを行ってきます。 であの非常に皆さん高度なプログラムを作ってきてでこの実験自体は本学科としてもう20年ぐらい続けてやっているものでして、まあ、非常に多大学にはないあのいい授業ではないかなというふうに私は考えております。はい、あとは皆さんあの少し気になることだと思うんですが、えー、と卒業後の進路ですが。 概ね,ですね半分ぐらいの学生さんは学部を卒業した後に修士に進学します。で、えっとまあ、修士に進学した後は、まはあ、一部の学生さん博士に行くんですが、えっと、残りの学生さんは修士を終わったらそのまま就職をするというような形です。で就職先としましてはやっぱりあの情報系の学科ですので情報通信業がだいたい半分ぐらいです。 になっていますで情報通信業以外では、えー、とメーカーさんですねあの例えばここに載ってるような日立さんとか NEC さんとかそういったメーカーさんに就職するだとかあるいはサービス業だとかあとはそうですねあの本学が非常にデータサイエンスが得意ですので製薬会社とか保険会社に、えー、就職をされるような学生さんもいらっしゃいます。 あとは、まあ、情報通信業に入ってますけどゲーム会社なんかにも1割ぐらいの学生さんが就職する、まあ、大体このような形になっております。で、まあ、就職は非常にあの情報系学科は恵まれておりまして、まあ、就職で困ることはあまりないというような形になっております。でえっと あとです、ね、本学科は教員免許を取得することもできまして中学校の数学と高校の数学と情報の免許を取得することができますのでもし教員になりたいという方も本学科は非常にいい選択肢かと思います、はい、では最後ですが本学科に来てほしい学生さんについてですが えっとまあ、我々としてはですねあの先ほども申しましたように、えっとまあ、新しい技術をただ使うだけでなく新しい技術を作ったり、えーまあ、深く理解して、えっと、きちんとあの応用ができるようなそういう学生さんを育てたいというふうに考えていますのであのぜひですね新しい技術とか価値を 生み出す意欲のあるような学生さんに来てほしいというふうに考えています。で、またですね、あの教員の研究は最先端のことを研究している教員が多くいますので、最先端の技術を深く理解したい学生。それからですね、あのプロジェクト実験をはじめとして、えっとまあいくつかちょっと下切れてるんですけど、いくつかの授業では。 あの学生さんが自分であの考えたことを、えー、プログラムにするというような授業をいくつか用意していますのであのそういう夢とかアイディアを形にしたいというふうに思っているような学生さんに来てほしいというふうに考えております。ゃ、はあ、いえっと、最後あのアナウンスですがこのオープンキャンパスではあの情報計算科学科の会場は 7号館の4階にっていうのはここは公儀棟という建物でして、えっと、中庭を挟んで向こう側にある新しい建物です、ね、が7号館になりますのであのそちらの4階で,です、ね、あのパンフレットにはあのなんか2部屋でやってるというような形で書いてるんですけどワンフロア使って非常にたくさんの出し物を用意してますので。 あの、是非来ていただければと思います。はい、以上で私からのお話は終わりにしてます。